パーミットはアメリカ海軍の原子力潜水艦、パーミット級原子力潜水艦の2番艦、1番艦のスレッシャーが事故で失われたため本艦が9名になった。艦名はノースカロライナ州からブラジルにかけての海域に生息するアジカ、コバンアジー族の一種、パーミットにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはポーパス級潜水艦7番艦以来に赤名。 パーミットの建造は1958年1月27日にメアアイランド海軍造船所に発注され、1959年5月1日に寄港した。1961年7月1日にジョン・エイマコーン夫人によって命名浸水し、1962年5月29日にロバート・エイチ・バウント艦長の指揮下収益した。パーミットは、 ピュージェットサウンドで5週間の大焼け身を行い、その後、メアアイランドでサブロックシステムのチェックに3週間を費やした。夏の後半から初週にかけてカリフォルニア州サンディエゴで大焼け身を行う。1963年1月の最終航試み後、パーアミットはサブロックの評価試験に参加し、3月28日には発射に成功した最初の潜水艦となった。 1964年、1965年には、より高度な試験と訓練に集中する。1966年の冬には、メアアイランドでオーバーホールを行う。5月から7月まで、ウェストパック演習に参加し、真珠湾での停泊の後8月13日に、サンディエゴに帰還する。同年の残りは、西海岸での活動に費やした。1967年は再び、 メアアイランドでオーバーホールを行う。この間に母校はカリフォルニア州バレーオへと変更された。11月後半までにパーミットはピュージェットサウンドでの大焼身を行い、12月12日にサンディエゴへ帰還した。1968年4月22日までサンディエゴ海域で活動し、その後太平洋での特別任務に向かい、 同任務は6月26日まで行われた。7月24日から10月1日まで別の任務に従事し、その後再びサンディエゴ海域で活動した。パーミットは1991年7月23日に退役し、同日除籍された。1991年9月30日にワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムに基づく処分が行われ。 1993年5月20日に解体された。ありがとうございます。